まあ、ただ一応ねシルエットになってる方々、まあ著名な方々です。なんかね案があったらぜひコメント欄に書いてください。このメインチャンネルの方の編集をやってくれる方を募集します。運が良ければあと2人っていう感じですね。では始まりました、もっちゃチャンネル。さあ今回はですね、まあ今後の活動について話していきたいと思います。2021年度の始まりということですが、まずはそうですね、サムネにねシルエットが映ってると思いますけど、まあ本人たちではないんですが、ちょっと本人たちに似てるなと思ってるものを選んでやりましたが、そうですね、授業チャンネルの方のメンバーを増やします。はい、ただまあ一気にやってしまうと当然負担もかかってしまうし、失敗する可能性も高いですから、徐々に増やすし、授業数もそんなボンとこんだけやりますとかっていうのも出しません。いわゆる塾の代わりになりますとか予備校の代わりになりますとかっていうプレッシャーも与えません。先生たちを重視します。まあただ一応ねシルエットになってる方々、まあ著名な方々です。はい、ご協力いただけるということでありがとうございます、ね、ちょっとシルエットで怒られちゃったら嫌だなと思うんですけど、はい、でまあ、考えているのはいわゆる、まあ、もちろん大学受験とかにも役に立つんですけど、それだけじゃなくてなるべく大人にも役立てるようなものを考えながらコンテンツを作っていくっていう形になりますね。まあ、ずっと今話し合いが続いてるっていう感じなので、まだ詳しくは決まっておりませんが、そういった形でやっていくと思います。ちゃんとチャンネル登録者数増えてからとか、クラウドファンディングでも何でもいいですけど、とりあえずそういったものが決まって、ちゃんとその先生たちへの支払いが担保される、まあスポンサーを見つけるっていうのもあると思いますし、その辺の話し合いをずっと続けてるっていう感じになりますね。まあまず僕だけでスタートしてて、そしてまあ、ね、大人にもトイックの勉強してる人にも役立つような感じでやっているのは現在ですね。それが理由です。ぜひまあチャンネル登録していってもらえればいいんじゃないかなと思います。先生を増やすので、まあ少なくともそのシルエットになっているんで、まあ今ヤンチームと僕ら英語ですけど、他の3人のシルエットは別の科目になりますので、まあその人が決まってるっていう感じです。で本当にドンと増えればですね、あと一人大物を呼ぶことができる、運が良ければあと二人っていう感じですね。多分様子を見てっていう形になると思うので、まあ、とにかく先生たちになんかプレッシャーとかかけたくないんで、週いくつは必ず出してくださいとかですね、そういったようにはならないようにやっていきたいと思いますね。そうです。まずはやってみないと分かんないんで、電子黒板とか機材に関してはやっぱりセッティングとかってすごく大変なんで、まずは自分が実験台となってとりあえずやってみて、皆さんが使える状態にしとかなきゃいけないっていうのでやりました。だから機材だったりとかも全て揃えて、撮影がちゃんとできるようになってるようにしてから皆さんにお願いしようっていう形になりました。で、あとはそうなんですよ。だから今森鉄授業チャンネルって名前変えたい、名前変えたい。僕中心でやってくけど、森鉄って名前をこう頭につけるのちょっと嫌なんで、なんかね案があったらぜひコメント欄に書いてください。どうせ大喜利するでしょ。でもやだな、めんどくせえな大喜利がいっぱいなってしまうと思うんですが、まあまあやっていただければいいんじゃないかなと思います。で授業の方は、まあ、英語に関しては、まあ、やっぱり自分がやっといた方がいいかなと思うので、編集作業とかはですね、なのでこのメインチャンネルの方の編集をやってくれる方を募集します。はい、まあ、もちろんプレミアプロがね使えると一番いいんですけども、まあ、下にあのサンプルの方を貼っておりますので、前にやってくれてた方ですね、編集マンの方がやってくれてた動画があるので、この感じでやってほしいとか、まあ、これぐらいのレベルまではできてほしいっていう感じですね。こういう感じの支払い形式でお願いしますみたいなのを書いていただければいいかなと思いますね。まあ、最初に、まあ、テスト5000円ぐらいでテストをやってもらおうと思います。でこのレベルに行っていればもうちょっと高いので交渉できるって感じですね。皆さん大体ですね結構高い値段を言ってきて、昔で大体なんか1万円ぐらいっていうのをね言われたことも結構あったんですけど、それで
僕のそもそも、ね、月のやつが30万とかだったりで、ね、したことあったんで、いやいやこれじゃ赤字なんですけどみたいなね。そう、後ろにね何かしら自分で塾経営してるとかだったりんですよ、そういうのって。別に、ね、編集やって YouTube のお金マイナスであってもそれが広告費になるから、それでうちの塾に入ってくれるんだったらとかって言うんだったらいいんですけど、別に僕塾持ってないので、まあ、ただまあね、いろいろコンサルしてたりするんで、そのまあまあスポンサー料をもらってて、その人たちの動画を流すっていう感じで今やってるんですけど、ただまた大きな動きが一つあると思いますので、まあ僕のチャンネルだけで発表はできないので、それはまた出たらお楽しみにという感じになりますね。あとなんかもう勘違いした人がいるんですけど、昨日の動画ちゃんとさよなら河合塾ちゃんと見てくださいね。あ、でもすごいですね、よくわかりましたね。さよなら投手の時は左手で、でさよなら河合塾の時は右手にしてるとか、後ろの風景どういう風に変えてるとかですね、よく気がつきましたね。まあ河合塾色の服にしてたとかっていうのはまあコメントなかったですけど、見てる人ちゃんと見てるんだなと思いましたけど、まあそういった新プロジェクトはね始まっていくわけですけど、まあね、どうせ見るんでるみたいにね、そうならないために、今回はそうなるのはやはり先生たちの負担が大きかったり、先生たちが揉めるとかですね、まあ、予備校講師なんて社会不適合者だらけだからね、そういうことの起きないようにちゃんと僕がまとめられる心の優しい人のみを選んでおります。心の優しい人を選んでおりますね。少なくともシルエットになってる方々はそういう方です。非常に物分かりもよく非常に優しい方々です、はい、でまあその大きな別のプロジェクトっていうのはまた進んでいきます。まあかなり面白いかなと思います。どうなんだろうね、ってなるのかな、やっぱり発表するときは。どうやって発表しようかな、さらりと発表しようかどうしようか悩んでるんですけどね。まあいろいろあるんですよ。ぜひそこは楽しみにしておいてください。さらにまたね、まあ、受験生版タイガーファンディングの方もね、まあまだこれ喋ってる時にはこの後さらなる事件がみたいなのの後で、まだ収録してないですけど、なるべく急いで虎たち集めて収録して、急いで編集して出したいと思っておりますので、ちょっと面白いコラボがこの後目白押しかな、4月頭はっていう感じだと思いますね。そこも楽しみにしてください。本当はまだね、3月にドーンとやりたかったんですけど、3月自体自分自身もちょっと忙しかったんでできなかったんですが、いよいよ面白いまた動きがたくさんあると思っていてください。いや多分ね面白いと思う。やっぱりちょっとね、いろんな企画実現したらかなり面白いことになると思ってますんで、ぜひそちらも期待してください。まあ、とにかく先生たちの一応 OK は出ている方が、まあ、3人いらっしゃるという形です。で、まあ、増やしていくためには、先ほども言ったようにまず登録者増やして、そしてそれから収録していくって感じですね。まあ、収録が始まっていったら、まあ、シルエット解除したりとかそういう風にやっていこうかなとは思っています。で、まあ、登録者が増えて見てくれる人も増えれば、たくさん動画も上げることができますね。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 ぜひチャンネル登録高評価お願いします。まあ、まだびっくりすることは残っているので見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。